皆さん、こんにちは。テレビドラマ、映画、CM に出演するなど幅広い活躍をされている反町隆史さん。90年代後半にビーチボーイズや GTO で主演を務め、立て続けに高視聴率を叩き出し、一躍人気俳優となりました。現在は誰もが知っている俳優の反町隆史さんですが、過去にはジャニーズ事務所に所属しアイドル活動をしていたことをご存知でしょうか。ジャニーズ事務所といえば、昨年の9月7日に会見を開き、性加害問題を認め、ジュリー景子氏が社長を退任し、東山紀之さんが次期社長と発表するなど波乱の会見となりました。反町隆史さんも性被害を受けたのでしょうか。今回は反町隆史さんがジャニーズを退所した経緯と、現在離婚の危機だという噂、別居や子供の現在と合わせて、反町隆史さんの飼っていた愛犬の高額な損害賠償トラブルと、その後愛犬がどうなったのかについて調査しましたのでご紹介いたします。反町隆史さんが芸能界デビューしたのは中学3年生の時、ジャニーズ事務所のアイドルとして活動していたのですが、当時は反町隆史ではなく本名の野口隆史という名前で活動していました。平家派というグループで、後の TOKIO となる城島茂さんや山口達也さん、国分太一さん、さらには後の V6 の坂本昌行さん、長野博さん、井ノ原快彦さんなども所属していたそうです。坂本昌行さんと活動を共にしていました。このグループはかなり昔、1988年に結成されたので、今となっては知る人ぞ知るグループになっています。当時はアイドルの卵だったので、それほど多くのスポットライトを浴びることがないままジャニーズ事務所を脱退してしまいます。その後はモデル事務所に所属し、メンズノンノなどで活躍しただけではなく、パリコレにも出演したのだそうです。そのメンズノンノでは谷原章介さんとモデルとして共演していたといいます。1994年に現在の事務所に移籍してからは、現在の芸名に変えてドラマ毎度ごめんなさいに出演したことが俳優デビューのきっかけだったそうです。その後は順調に俳優として活躍し、1997年からは歌手としても積極的に活動を開始し始めます。そして後に GTO の主題歌を歌い、ヒットも飛ばしています。しかしジャニーズ事務所のままで頑張っていれば、 TOKIO または V6 あたりで活躍できたであろう反町隆史さんですが、なぜジャニーズ事務所を辞めてしまったのでしょう。その真相に迫ります。反町隆史さんがジャニーズ事務所に所属していたのは14から16歳の間ですが、高校生の時にジャニーズ事務所を去ることになりました。実は反町隆史さんがジャニーズ事務所を辞めたのは、俳優を目指すため自ら脱退したのではなく解雇だったのです。この頃の反町隆史さんはかなりやんちゃだったとのこと。素行については事務所からたびたび注意を受けていたのですが、ある時ファンに手を出したことが事務所にバレてしまい、解雇に至ったとのことです。しかし実はこの話には裏側がありました。それがつい最近まで取り沙汰されていたジャニー喜多川さんによる性加害です。反町隆史さんも例に漏れず、ジャニー喜多川さんから性被害を受けていました。ジャニー喜多川さんはまだ性についての知識がない少年を狙い、それが異常なことであると認識しないように仕向けていましたが、反町さんはかなり当時から混ぜていたようで、性交渉の経験がジャニーズに入所する前にありました。おじさん相手に性接待を強要され、その反動で女性の体をより強く求めるようになり、ファンの方に手を出すようになります。反町隆史さんはジャニーズをクビになる時、自身の素行の悪さは事務所側に原因があると抗議しています。ジャニーズを退所した人は芸能界から干されてしまうのが通常ですが、このような経緯でのクビだったため、反町さんはその後も順調に俳優としての仕事を獲得することができました。おそらくジャニー喜多川さんは反町さんが自身の性被害について暴露することを恐れたのでしょう。反町隆史さんはジャニーズ事務所を解雇された後に、ビーチボーイズや GTO で俳優として一躍有名になりました。現在では
ジャニーズ時代の野口たかしさんファンではなく、俳優や歌手として活躍している反町隆史さんのファンという方が多いようです。では続いて、反町隆史さんと松嶋菜々子さんの離婚の噂について見ていきましょう。 GTO で共演していた松嶋菜々子さんと結婚した当時はビッグカップルとして大きな話題になりましたが、最初に離婚が噂されたのは2013年のことです。この当時は反町さんの仕事が激減していた時期、多忙な松嶋さんと比べられ格差婚、ひも夫などと揶揄されていたのです。家にこもった反町さんは飼い犬の世話に明け暮れ、夫婦仲に亀裂が生じ喧嘩が絶えなくなったといいます。反町さんは渋谷区内で家賃が175万円の高級マンションに住まわれていたそうですが、しかしマンションの規約違反であったのに犬を飼っていたのだそうです。それが大型犬のドーベルマンでカイザーという名前だそうです。松嶋菜々子さんはそのカイザーを飼うことに当然反対していたのだそうですが、2011年5月に反町隆史さんの6歳の娘さんがそのカイザーのお散歩をするためにマンションの2階フロアにある共有スペースに連れ出していた際、その同じフロアに住んでいたアートディレクターである佐藤柏さんの奥さんとその子供が一つ上の階の3階フロアの廊下を歩いていたのだそうです。その時突然カイザーが反町隆史さんの娘を引きずるような形で階段を駆け上がって、その佐藤柏さんの奥さんと子供に向かって行ってしまったそうです。そのためとっさにその佐藤柏さんの奥さんが子供をかばおうとして覆いかぶさったところ、カイザーが奥さんの太ももに噛みついてしまったのだといいます。それによって佐藤柏さんの奥さんは全治11日間の怪我をしたそうです。ドーベルマンですから噛む力はかなり強いと考えられます。かなり怖かったのではないでしょうか。しかしその事件について反町隆史さんは佐藤柏さん側と和解が成立され、慰謝料や治療費として佐藤柏さん側に約31万円を支払ったのだそうです。ところがその佐藤柏さんの奥さんは現場を通るたびに気分が悪くなるということから、翌日そのマンションから転居したそうです。このことが反町隆史さんとマンション管理会社との間で問題になったのだといいます。先述した通り当事者間で和解は成立したそうですが、マンションの管理会社がその事件が起きなければ佐藤柏さん一家が転居しなかったとして、その佐藤柏さん一家の契約期間分の賃料収入の約5220万円を請求したため裁判となったそうです。そして一審では反町隆史さんに385万円の支払いを命じる判決が下ったといいます。しかしながらそれを不服とした反町隆史さんは東京高裁に控訴したそうですが、今度はその反町隆史さん側に一審判決の約4倍にあたる1725万円の支払いを命じる判決が下ってしまったそうです。というのもその2審では一審では認められなかった佐藤柏さん一家の契約期間の9ヶ月分の賃料収入が今回は損害額と認定されてしまったことで、この金額になってしまったといいます。どうやら反町隆史さんにとっては踏んだり蹴ったりだったようですね。しかし反町隆史さん側の管理不足だったので自業自得な面もあるとも言えます。反町隆史さんはそもそも裁判になる前の和解の段階ですでに愛犬を手放すと言っていたそうですが、今もそのカイザーを飼っているそうです。というのも訓練施設でそのカイザーをしつけし直したからだといいます。カイザーとしても安心したでしょう。そのような事件もある中で次々とメディアは夫婦の不仲説や離婚疑惑を報じていましたが、その一方で夫婦の近況を知らせるような仲睦まじい夫婦の姿も多数掲載されたのです。また松嶋さんが周囲に反町は何でもやってくれるから助かっていると発言していたことも報じられました。結局は周囲の早とちりとされ疑惑は収束しました。しかし2018年に再び離婚危機が取り沙汰されます。夫婦の住まいは東京青山にある高級マンションですが、反町さんの姿を見かけなくなったというのです。何でも反町さんが家を出て東京練馬のマンションで
一人暮らしをしていたと噂されるようになります。別居が噂された2018年、水曜21時枠で夫婦がそれぞれ別ドラマに出演し、ドラマ史上に残る夫婦対決となりました。裏番組同士のガチンコバトルが展開されると騒がれたのです。同時に一人歩きする不仲説に話題が集まる一方でしたが、結局夫婦対決は幻となりました。この不仲説がささやかれる中、一部報道では確かに二人はよく喧嘩をする、でも言い合ったら終わりでさっぱりしているんです。別居と言われる練馬のマンションも、ソリマチが東映撮影所近くの仕事用として借り上げただけと夫婦仲に太鼓判を押す人物の話も掲載されました。その後も別居や不仲説の噂は絶えず、月日が流れた2020年7月18日発売の週刊新潮新潮社に一家の近況が掲載され、滋賀県の別荘で過ごしていたことが報じられました。別荘には愛犬のカイザーも連れて行っていたようです。さらに反町さんは同氏の直撃取材にも応じました。毎年同じ時期に別荘を訪れる一家ですが、2020年は滋賀滞在中に緊急事態宣言が発令され、帰郷が困難となったことを語っていました。例年とは異なる休暇を家族水入らずで過ごしたと語っていましたので、これもまた杞憂でしょうね。また反町さんがたびたび東京の家を出て滋賀の別荘に住み、別居生活を送るのには不仲だからではなく決定的な理由があるそうです。それが趣味のバス釣りです。別荘には釣り用ボートが5隻あり、マリーナの維持費も年間で1000万円超えという気合の入り具合です。そもそも別荘が3億円超えの豪邸だそうで、近辺で反町さんの別荘を知らない住民はいないとのこと。一方の松嶋菜々子さんはかなり教育熱心なことで知られており、その熱は家政婦の三田の続編のオファーを蹴ったほど、反町さんの道楽に付き合っている暇などもちろんないということで、自然と年に何度か別居になるということです。お互いが自由になるというスタイルのようで、ひろみさんは反町松嶋夫婦の愛についてこのように語っています。アンジャッシュの渡部健吾を俺が誘って反町の別荘に連れて行く予定だったのに、あの夫婦愛に触れていたらやつ渡部も改心してたかもしれない。結局ビッグカップルの不仲説はないようです。では最後に、そんなお二人のお子さんの現在についてご紹介いたします。松嶋菜々子さんと反町隆史さんの子供は13歳と17歳です。どちらも女の子です。長女が佐藤さん、次女が琴さんと言います。結婚20周年を迎える松嶋菜々子さんと反町隆史さんは、お子さんが生まれた当初性別も明かさずプライベートをしっかり守る方針だったようですが、徐々に明らかになってきているようです。性別すら非公開にしてプライバシーを守ってきていた中で、次女の小学校入学式の時に写真を撮られています。ですがその後マネージャーを通して訴えを起こして、その写真が出回ることはなかったそうです。本当に徹底されていたんですね。女の子ということもあって大切に育てられていたのでしょうね。松嶋菜々子さんの教育方針で娘さんたちは松山バレエ団に通っておられます。ここには神田宇野さんや市川海老蔵さんのお子さんも通っているそうです。入学金や月謝、衣装代や備品代などで毎月何十万円もかかるそうです。松嶋菜々子さんと反町隆史さんの子供は他にも英会話にも通っていて、こちらの月謝は月5万円だそうです。長女は今現在イギリスにバレエ留学しているのではないかと言われています。イギリス留学のため松嶋菜々子さんが付き添ったという情報もありました。次女は小学校からエスカレーター式の私立学校に通っています。なんと偏差値65のかなりハイレベルな学校で、教育水準が高く芸能人のお子さんも多く通っています。倍率も5、6倍でかなり難しい受験をクリアされたということがわかります。幼稚園はドルトンスクール東京で、ここも芸能人のお子さんが数多く通っておられます。慶応義塾幼稚舎受験のために年間200、300万円もする塾に通っていましたが、
残念ながら不合格だったようです。芸能人のお子さんも周りに多くいる環境とのことですので、今後芸能界デビューすることもあるかもしれません。そんな中で友人のメイクイットタカさんとの対談動画には衝撃の発言があり話題となっています。メイクイットタカさんはジャニーズ事務所に所属していたこともあったそうですが、事務所では反町隆史さんと同期だったと話していました。なんと反町隆史さんは岩城浩一さんの隠し子であるという暴露もしていました。岩城浩一さんは20歳の時に結婚しており、子供は彼女との間に生まれた娘さん一人ということですが、どういうことなのでしょうか。結婚した後に不倫してできた子供が反町隆史さんだったということでしょうか。反町隆史さんの両親について調べてみたところ、確かにその情報は全く出ておらず、シングルマザーであった可能性もあると考えられます。またメイクイットタカさんはジャニー氏の性加害について昔からあったとし、それが嫌でやめたとも発言していました。このメイクイットタカさんの発言はネット上で大きな反響を呼んでいますが、真相が何なのかは今のところ分かりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。